はいそれでは第四回宝味ありがとうございました今回のゲストデビデビデビル様でございますーすアフタートークの時間でございますはいはいはいこの時間までお付き合いいただきありがとうございますデビス様、ね、まずはどうですかご感想と言いますかうわーなんか、うん、マジで話したら終わった <laughs> <laughs> でしょであの終わってたデビス様からさ、うん、開始する一時間ぐらい前にさチャットが来たのよはいはいはいなんて 7には言ってないけどなんて来てたの <laughs> え、これ台本とかないのいな <laughs> <laughs> ええー、デビス様普段台本で喋ってるんですかいやいやだってラジオってさ <laughs> 僕らってよりラジオってさ普通台本あるだろう。いや確かにちょっと逆にケンなんで用意してないの台本いやいやだよ、まあ、デビス様なんかそのまま喋ってもらえればもう他の人が用意するかもしれないもうデビス様信用してるからよ いやもうダメそんなあのバブル時代のディレクターみたいなこと言ってたらもうデビちゃんもうなんか好きに喋っていいよもうやっちゃってよみたいなさすごいーーー嫌すぎる例えば食べ物ランキング上位だなだデビちゃんシース食べれる？シース取るよって言ってシース食べたいお寿司食べれる？れ食べたいデビ様はシースは食べ寿司好き寿司好き肉は 肉も好き。肉も好きアイスは好き,アイス好きデビー様あの好きな食べ物はヤギの心臓と大腸って聞いてたんだけどだよなんかあのだいぶこっちに寄ってきたというよっ,ってね食生活が焼肉アイスいや前やっぱり今もヤギ大好きだけど人間が作るための昔はまとも 食べたたことあんんまなかったんだよ、ね、は,いは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 い。なんだけど、あったかい食べ物おいしいなみたいな。<laughs> そうね。ヤギを襲ってそのまま食うよりも、はい、ちゃんと調理した方がうまいじゃんっていう。あれれであったかいんだけど、そうあったかさじゃない温かさがあるなみたいな感じ、おいしいみたいな感じ最近ハマってる食事にじゃあ、デビー様が一番、うん。 まあ人間界の食べ物の中だったらねまあそれヤギとかの方がうまいかもしれないけど人間界の食べ物一番好きなんなのちなみにやっぱアイスでしょう。アイスアイスいやだからそのデビさんはしょっちゅうあのアイスの紹介をねツイッターでやってくれててアイスなんだちょっと最近サボってるけどもアイス美味しい一応あのあの質問のコーナーでもデビーさおすすめのアイス教えてくださいっていうのが届いたんですよまあ僕は好きなのはザクレープっていうクレープの形でアイス はいはいわかるわかるでも<え>何が好きかによるお前は何が好きなのまあアイスの中でねあのーまあ、一番美味しいのはサクレだけどねあ<ー>あフうタイプあのレモンフルーツが好きだなあ犬種はうわーそういうのが好きなんだね 俺はね、結構ねアイスの中だったら否定されがちなんだけど俺チョコミント好きなのよ。あ僕チョコミント大好きわかる俺ね、うん、チョコミントめちゃめちゃ好き。あとあのあれが好きなんだけどそのチョコアイスの濃厚なやつが好きなんだけどなんかないかなおすすめのチョコアイス。チョコアイスの濃厚だったブリュレのチョコがめっちゃうまい。ブリュレのチョコ。<え>ブリュレ,レっていうチョコ、うん、あの、アイスがあってっな,なんかその上にキャラメルみたいな ああ、はい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 カチはチはいはいはいていは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 かはいはいういはいはいはいデいは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 は カップのアイスが好きなんですどちらかとというカップのアイスで和系が好きああまあでもまあそれはちょっとまあちょっと舐くさった答えであるけどまあ山もちをとなしく食ってるみたいなとこあるなあって山もちねあっでもすごいあのあるのいムラヤのシリーズでね山もちっていうのがあるんですよ山もちうまいよで例えばさデミさあのうん めちゃめちゃ大好きだった女の子に、なんか手ひどく振られて、もうベロベロになるまでその夜飲んで、翌日すごいなんか泣き晴らしてなんかもう喉も枯れてっていうような状態に食べるアイス。 あ、おすすめないですね。朝起きたとき。これはあずきバーでしょ。これは小豆 <laughs> あずきバーだ。あバーだろ。えー、やっぱ怒りをさ、怒りでさ、あずきバ噛み砕いて食えよ。<laughs> あ、なるほどね。<laughs> だからそのガリてってやつと発散というか、リパリってやったらもうあずきバーでしょ。あ<ー>そのちょうど今井村屋井村屋のシリーズンだけど、うん、あのこの去年の秋から出てる。 ゴロロン果肉のアップルパイバーっていうのを井村屋が出してるのね、秋に。うん。マジでうまいから食ったほうがいい。あの、シナモン好きで、リンゴ好きだったら絶対食ってほしい。マジでアップルパイバー。これか、ゴロロン果肉アップルパイバー。これはマジで名作。え、これも釘打てるぐらい硬いんですか いいやそんななくよ味がマジでシナモン超効いててマジアップルパイみたいな味がしてマジでうまいんだよこれもおすすめえイ井村屋の営業の人ですかシナモン無理だわあダメだっただったシナモンダメだったじゃあおとしくヤモチ食ってたじゃあケシなんかあるもうどんなシチュエーションでもこういうシチュエーションに食べてみたいアイス俺まあ結婚してるから もう奥さんが行って奥さんのこうリビングに座っててね<え>でまあ二人でもうちょっと家族団らんの雰囲気で奥さんに出したらあ嬉しい一緒に食べようっていうこのいやこうちょっとほわっとこう仲良くなれるような感じの二人で食べるアイス。 えー、これは知りたいですねお前の妻の知識がないから <laughs> 妻の好みはさておきで話すよさておきでいい、うん、いやでもこれはガチで、うん、雪見あまあそうだねでもちょっとまあ確かにやな しかも雪見大福って結構アレンジできるんだよねトーストの上に焼いたりとか焼いたりとか、うん、なんかその天ぷらみたいにしたりとかいろんなあれをやっぱ一緒に「あ今日この食べ方してみる」みたいな「あこの食べ方聞いたけどやってみる」みたいな感じガチでられてる <laughs> デ様。デビデビ様これがデビ様は6年目ぐらいのサラリーマンです。 人間社会でも働くしかなくなってデビさ様は今6年目ぐらいのサラリーマンですで営業ノルマを達成しなきゃいけないとうわでもうデビル君何やってるんだってこんなんじゃもう全然成績上がってないじゃないかって言って,になってる自分は一応そのやららててもっ全然だってほら見てほらベルモンド・バンデラス君こんなにもう今日今月のノルマこんな突破するじゃないかって言って <laughs> 見習いなさいデビ <laughs> ベルモンド・バンデラス君を何でみんな社会人になってんの<ん> <laughs> ってるけどで時にデビィ様が大チャンス、うん、契約しようかしらねどうかしらねっお願いしますっていう会議室に呼び出しましたもう超大口の営業先の相手に持ってくるお茶と一緒にお茶受けのアイス、うん、契約を確実に勝ち取りたい <laughs> デビィ様が至極の一品提出するお茶受けのアイス 割れ、一品じゃなくて二つ出させてもらっていい二つ出すいや、いいよいいよもう<あ>もう相手はもう本当すごい、大口の社長のあ、じゃあ、えーお疲れ様です あのうちゃうけると思ってちょっとアイス持ってきたんですけどああアイス大好きでありがとうございます、はい、こちらのですよかったらその好きな子を選んでもらいたいと思って二つ持ってきちゃったんですよああなるほどうちらがお口なのかなと思って一つはハーゲンダッツのナポレオンパイですねナポレオンパイはいこれただのハーゲンダッツじゃなくてあのクラシックシリーズみたいな名前がついてて、うん なんか本当にパイの生地とか書いてすごい美味しいですよ。はあ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 。本当にナポレオンパイナポレオンパイって何かって思もったらイチゴとカスタードのパイですね。うん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 。うんうんうん、はいそれともうあとこちらはコメダコーヒー店のコーヒーフロートみたいなアイス。うんうんうん。こちらはすごい美味しいです本当にコメダコーヒーのコーヒーフロートっぽい味がします。本当に美味しいで緑が入ってシャリシャリもってすごい食べてる感じも食べて,て面白いですね食感が。 どっちも甘いんですけどあ<ー>、まあ、大人なコーヒーか<い>おしゃれなナポロンパイかお好きな方選んでいただいてもよろししいでしょうかあのー、私あの虫歯でちょっと冷たいの食べれないんですよねー。<laughs> あーじゃあもういいよいいよ全部殺してあげる。<laughs> <laughs> 終わらしよ。もうこんな <laughs> こんな会社潰れしまえばいいんだ。終わらしよ全部終わらせよ,らせよこんな。<laughs> そんなのが間違ってたんだよ <laughs> こんなのが。正解で,ですでさそれそっちの方がいい、ね、ですそうよ。はい、あなるほどねそれも至極の一品でなとそのコメダコーヒーのやつと。 あのナポレオンパイのやつなんだまぁ、あ、ていうかお茶受けっぽいていうかスイーツっぽい雰囲気を出してくれるのよ、はあ、この2つじゃねえかな秒でおすすめ出てくるのすごいよデビさんはすごいしそれ、あんまり知らないやつでちゃんとうまそうなやつ出てくるっていういやでもこれは結構マジでなんか僕最近の前さっきの時ちょっとサボり気味なんだけど Twitter、うん、で美味しかったやつとか、ね、紹介してるんだけどさ、うん、食べてうまかったものしか言ってねえから。 うん、あじゃあもう<な>そうか山ほど食べてる中で出してるやつはおすすめのやつだけっていう,うい、うん、あともう一個さな、うんだろデビ様あのお酒大好きじゃないあ確かにね、うん、あのツイッターで禁酒宣言したけど二十一時間でもう終了したっていう <laughs> 21時間で終了してるはいいじゃんやばいじゃん <laughs> でもね剣士はお酒大嫌いなのよ大嫌いなのよ俺 <laughs> 嫌いなの。めちゃくちゃ嫌いです。ちなみに。嫌いなかなか。そうだ、それ、ね。しようと思ってたわ。忘れてた。嫌い。なかなかなくに。いや、なんかね、本当すごい嫌いなんだってあ。あるね。お二方、お酒飲む方に申し訳ないけど、本当にお酒飲む人なんて、この世からいなくてもいいんじゃないかな。って思ってます。<laughs> で、その飲むやつも嫌いなの。なんかもうそのお酒はいいでしょうみたいな感じなのはちょっとねっていう。<laughs> だからその飲んでる人たちでうわあみたいな感じで盛り上がっちゃってるとなんかもうちょっと人ちょっと冷めちゃうんだって。うん、あと単純にやっぱなんかそのタバコは臭いみたいなのあるじゃん。でもお酒も結構匂いが結構きつい。臭い臭い酒は。あ これ謙信としたら、ちょっとなんとかそうディベート、酒は飲むべきか飲まざるべきか。いや、飲まない方がいいから <laughs> <laughs>。いデビスは飲むべきに、い、行ってくれないと、ディベートが成立しなくなっちゃうんで。終わったわ。別にディベート前提でそっちをやるならいいけど、僕のこれにあたして、別に飲まなくていいから。あ,あ、じゃ、えっと、お酒には重税を課すべし。 はい。カスベシカスベシカスベなんだ。カスベシなんだ。カスベシだったね。なんとか俺とデビさんを対決してくれな。いやそうなんとかディベートが始まらないと意味ないんだけど。いやいや悪いのなんか先なんかさって思うもん僕も。でも飲んじゃうの？でも飲んだよ。でももうアル中だよそれは。 こんな剣士でもこれなら飲めるんじゃないってお酒あるかな確かにえーほろ酔い飲んでけほろ酔い飲んでろっておめえはヤー餅食いながらほろ酔い飲んでろって剣士。氏ほろ酔い飲んでけほろ酔い飲真面目に考えてくれてない気がする真面目に考えてるよデビさんあのね俺ねお酒飲むとね息苦しくなっちゃって倒れちゃうかもしれないけどじゃ飲んでない 何かあの2チャンネルのあおりのレスポンスみたいになってたんで今 <laughs> ちょっとデビィ様忙しいと思うんだけどよかったらまたちょっと次はちゃんと 2>,、ね、<laughs> あの2人をつなぐ会話もちゃんと用意した上でね俺マジで行ってくるよディズニー,ディーズ <laughs> マジでデビ様と喋るためだけにいやとあとちょっとなんか面白いことありそうじゃんまあ確かにねい全然おもろいこと怒ると思うよじゃあ何かそのデビ様さその特にあんま剣士あんまランドとシーとさそのもうよく分かんないわけじゃないちょっとアドバイス欲しいねえデビ様なりにどうしたらいいと思うこのでも妻と行くんでしょそうそうさあいじゃん ああ、そうなの。あ、そうなの。ちなみに、それなんでランドより C なのは。いや、なんかランドって。うん、C が冒険をイメージしてるから、高低差激しくて。ただ<あ>ランド。ってめっちゃぴったりしてるんだよ、地面が。あ、そうなんだ。あそう,そうなんだ。知らない。すごい。本当 <laughs> に知識すごいな。あ、そうなの。確かにだから C は、だから同じ土地でも高低差は結構激しい。まあ、疲れるんだけど。はい,は,いは,いはい、はい、はい。でも、まあ、まあ、まあ、なんていうの、歩いて暇しない。 すげー考えられてる。タートルトーク。そうね。なんだ、タートルトークって。いや、その名の遠いタートルトーク。亀の話ってことでしょう。亀の話。全然そうそう,そう。いやいや、タートルトークなんても激アツイベントやアトラクションよえ。めっちゃおもんだそう。いや、おい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 。いやばくない。だ <laughs> お前たち。亀の話を、だって。最高だよ。 ええ、イエーイ全然おもんなさ、<laughs> めちゃめちゃおもろいんやって <laughs> タートルトーク。ええー、宝剣師っていうのか <laughs> お前は。おお、<laughs> 海の世界は楽しいぞー。いややだ。<laughs> <laughs>

それは海みたいに広いところなのかぁあ、すごいこうやってちゃんとトーク展開するんだ <laughs> そうだそうそうこういうやつ <laughs> めっちゃおもいよーしじゃあお前たちデビデビデビル恐ろしい悪魔に大きな拍手 <laughs> お前たち <laughs> 最高だぜ <laughs> マジでこれ、あの今疑似タートルトークやってるね <laughs> い <laughs> 俺多分めちゃめちゃ似てるよね多分ね <laughs> めっちゃ似てる <laughs> あ、そうだ なんか声とかじゃなくてそのトーク内容が似てる。<々> <laughs> こんなんなんだ。マジで。だとしたら俺すごい苦手だっ苦手やめ絶対盛り上がるから。<laughs> マジで。おお高田犬種はつがいできてるんだな。<laughs> <laughs> どっちから告白したんだ。 言って最悪やんもうそんなえっこんなことされんの本当にはいマイク渡されてされるでマイクも渡されるのはいはいはい高田さんはいどうぞはいお願いしますはいお願いしますええーうんここ前のみに聞いてくるからうんうで答えないとなんかごまかして終わらせてくるあそうだな空気を読んでくれた大地もデビューさの剣士にマイク渡してもらっていいあちょっと高田さんぜひぜひ うん、クラッシュさんが聞いてるんでね。ぜ、はい、ひぜひ答えてみてください。うん、どうなんだ、はい、あなな。なお<ー>お。<laughs>

履歴書に書いてたからタートルトーク特技の段のとこにいやそれ誰も食いつかない <laughs> 食いつくのかないやむしろ食いつくのか言い過ぎえっじゃあちょっとここでやってくださいやって,てくださいっていあの C はあのー、ベネチアを意識したようなねそう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 作りになってるから多分あのーえー、なんか剣士が仮にアトラクションとかその遊園地テンパーク的なのが苦手でも 単純にちょっと旅行しに来たみたいな感じになれるんじゃないですかね、うん、あーいいね大きい橋とかがあってその橋のとこ歩くだけでも結構楽しいんじゃないのか、うん、ということです人ほど嫁と喧嘩して帰ってきても面白い <laughs> <laughs> めちゃくちゃ面白いそうだからささやきに行こうから喧嘩するように、ね、一応あの <laughs> デミ様が喧嘩しろって言って、うん、ぜひねあのケンシーの視聴者の皆さんは高田ケンシディズニーシー旅行記を お楽しみにということでとんか行くわ勝ちで、うん、楽しみにしておこう、うん、ではちょっと宝地第四回のアフタートークこの辺りにしようかなと思っております、はい、改めてゲストのデビ様今日来てくれてありがとうございましたありがとうございますなまたの登場をお楽しみにしておりますはい。